着想のもととなった同伴が裁判官あるいは壊れ亀。壊れメはクライストによる一幕物の喜劇。1806年成立。オランダ、ユトレヒト近郊の小村が舞台。ここの裁判官で公職家のアダムは、ある日村娘のエーヘのもとに呼ばれをかけに行くが、彼女の恋人ルーブレヒトと鉢合わせになりかかって逃げ出し、その際に亀を壊して行ってしまう。その翌日、 娘の母親である未亡人が自家の大切な亀を壊したと言ってルーブレヒトを訴えにやってくる。アダムは自分自身が真犯人である一件を裁かねばならなくなり、なんとか罪を他者になすりつけようと躍起になるが、次々と状況証拠が出てきて、次第に誰の目にもアダムが犯人であるということが明らかになってゆく。 クライストは本作に付けられた序文でオイディプス王に触れており、意図的にソフォークレスのオイディプス王の手法で喜劇を書いたものであることが伺える。登場人物の名前は罪を犯す裁判官の名がアーダム、罪の元となる女性がエーフェ、事件の真相に光を当てる初期の名がリヒトという風に象徴的な命名がなされている。クライストは1802年。 スイス滞在中にハインリヒ直ケの家を訪れ、この時にこの家にかかっていた裁判官あるいはコアレガメという同伴画を題材にして直ケ及びルートビヒ・ビーラントと共作を行う申し合わせをした。この同伴画はフィリベルイコール・ルイ・ドゥビュクールの原画を元にしてジャン・ジャック・ルボーが1782年に制作したものである。クライストは喜劇を直ケは 短編小説をビーランとは風刺詩を書くことになっていたが、すぐには書き上げられず、一応の完成を見て知人に配ることができたのは1805年であった。この儀曲は1808年、ワイマールにて初演されたが、演出したゲーテの手で三幕にされたために当時は不評に終わり、クライストとゲーテの確執の元ととなった。以後、クライストの生前中には上演されることがなかったが、 1820年にフリードリヒシミットによってハンブルクで再演されて成功を収め、以後ドイツ演劇における定番の喜劇となった。日本ではセンダコレア演出で1946年及び1964年に俳優座にて上演されたことがある。ありがとうございます。